はい、皆さんこんにちは。本日はですね、こちら GoPro Hero 13 Black ですね、こちらを持ってですねお散歩に来ております。まあですね、こう使ってですね、もう映像面だけで言うとなんですけど、 GoPro さんのスペックに不満のある人って少なかったと思うので、今回はですね、12と私が使っていて感じた点ですね、違いというところとですね、簡単にちょっと雑談と比較をしていってみたいと思います。はい、ではですね、早速始めていこうと思うんですけど、本日はですね、ここから途中で音声のですね、モードをですね、切り替えてみたいと思うんですね。この環境全体をですね、綺麗に収録できるモードと、人間の声だけをですね、しっかりと収録できるモードとあるので、それを切り替えてみたいと思います。はい、ではですね、現在はそのですね、標準のモードですね、からですね、音声の方をですね、綺麗に収録してくれるモードに切り替えたいと思います。はい、ではオーディオ調整をですね、ノーマルからですね、音声というモードにしてみました。名前ですね、ちょっと間違ってましたね。で、声の聞こえ方とか、そういうのを聞き比べていただいていかがかなと。今ですね、上空にですね、飛行機が飛んだりとかですね、いろいろと、収録をするにはですね、あんまりいい環境ではないんで、分かりやすいかなと思います。はい、まずですね、今、空にこう飛行機が飛んで、だいぶですね、私の声、あんまりですね、集音の上手じゃない機で収録すると、私の声がですね、飛んじゃうような環境なんですが、その聞こえ方、見え方はいかがかなというところ。はい、飛行機ですね、見えてますでしょうか。このような環境で、あんまりですね、音っていうのを収録する面ではよろしくないんですけど、その聞こえ方の違いっていうのを見てみたいなと思います。ではではですね、スタンダードに戻しまして、今ですね、このように撮影をしてみております。このですね、隠れたアップデートって言ったらいいのかな、意外とですね、違いが大きいなと思うのは、このマイク、特にこの声を収録する面ですごく進化したなと感じているんですけど、皆さんですね、その辺いかがお感じでしょうかね。私はですね、これは音声のモードにしなくても音の質が良くなったなっていうのをですね、編集していて、音の調整をしていてですね、結構感じてましたね。その辺がどういう風に変わったのかっていうのはですね、ちょっと声なので、音なので言語化は難しいんですけど、聞いてみた違いで扱いやすいって思ったんですよ。ステレオの面とかもですね、どっちかっていうのがですね、なんか今まではですね、どっちかに集中しちゃってたイメージなのがナチュラルになったし、その音のですね、分離感、声の聞こえ方とかそういうのがですね、良くなったなと思うのがこれ1点目なんですね。で、この後ですね、ちょっとですね、撮影のモードを切り替えてみたいと思うんですね。はい、これがですね、ちょっと見ていただきたいモードとなっております。これですね、実際はフルスペックでは使えておりません。カラースペース変換でですね、できるだけこのレック709に戻してますけど、HLG を有効にした HDR 撮影を試してみております。映りの方はいかがでございますでしょうか。この辺ですね、しっかりと使いたい場合は HDR 用にですね、編集をしなきゃいけないので、またそれをですね、この HDR 用のみにですね、絞った動画ってどこかで作ろうと思ってるんですけど、こういうのを細かく調整できるようになったっていうのはですね、かなり私は強い武器だと思っております。この GoPro さんはですね、そもそもに画質面、特にこの明るい時間帯だったらですね、何も文句はなかったんで、その辺がですね、さらに強化されたっていうのは素直に喜ばしいことなのかなと思っておりますね。はい、自撮りをしてみますと、このような感じとなっております。花をですね、感じだとか、この他景色とですね、見比べていって、どのように感じられますでしょうかという感じかな。色に関してあんまり派手にいじくってはいないので、できるだけいいですね、色合いをノーマル、要はなんですけどビットレートとかそういうのを最高の設定にした、このノーマルそのままの状態で見ていただいております。はい、ではですね、ここからなんですが、GP ログですね、これなんですけど、結構違いを私は感じております。GoPro Hero 12のですね、GP ログはですね、色を抜けきれてないっていうのかな、サイドとか結構残っちゃってた感じだったっていうのと、ノイズがですね、かなりひどく感じていたんですよ。で、オートの設定っていうのにしてるんですけど、ISO はですね、400上限になっておりまして、前は100じゃなきゃですね、うまく撮れなかったかなっていう印象があるんですね。それがですね、例えば、空とか。今ちょっとですね、こう影になっちゃってるところ入っちゃってるんですが、今開けてきてるんで、建物とか、明かりのしっかりついてるところですね。で、レッドロビン、植木等々ですね。こういった
ところ。どのように映ってますかね。でですね、ちょっと汗かいてきちゃったんですけど、はい、これですね、私を自撮りしておりますが、映り方等はいかがでございますでしょうか。まあ、この最初にですね、見ていただいた、おいしょっと、サイドの抜けた状態、要はログの映像ですね、そこから色をつけたのを見ていただいている形となりますので、この簡単にですね、まあ、ここまで色が抜けてるんだっていうのを見ていただいた後に、色をつけるとこういう感じになるんだなっていうのをですね、まあ、一つ参考にしていただければなと思いますね。はい、では一旦ですね、標準カラーに戻しました。でこの後ですね、ちょっと見晴らしのいいところに行ってですね、各モード、各カラーモードも含めてですね、ちょっと見ていってみたいと思うんですね。今ですね、ノーマルモードでこんな感じでございます。ちなみに私はシャープネスは中のノイズはですね、低にしております。はい、ではですね、色味をちょっと見ていってみたいと思うんですけど、ただいまですね、標準動画の、ナチュラルカラーですね、こちらで撮影をしてみております。続きましてですね、GoPro から鮮やかにしてみたいと思います。はい、カラーモードをですね、鮮やかに変更してみました。見え方の違いとはいかがでございますでしょうか。刻一刻とですね、ちょっとこの色味って変わってきちゃうと思うので、できるだけですね、パッパッパッと撮影し比べてみたいと思います。はい、続きましてですね、こちらがフラットカラーでございます。結構ですね、はっきりと色が出る傾向のあるこの GoPro さんの中で、まあ使いやすいカラーモードだったかな、色をいじくったりする場合にはという感じのところですね。ここからですね、ベースで色をいじくっていったりとかしてもいいと思います。例えばですね、今これサイドだけちょっと上げてみますが、はい、このような感じになりまして、使いやすいかなと思います。はい、続きましてですね、こちらが HDR の HLG で収録している状況となっております。なのでカラースペース変換で元に戻して、まあ、こういう風にですね、変わるっていうのをちょっと見ていただければと思いますね。そのままだとですね、ちょっと薄い色ってたのかな、そういう感じになっていると思います。はい、これ違いとしてこんな感じですね。この後ですね、 GP ログ撮ってみたいと思います。はい、ではこちらがですね、 GP ログ、このですね、ログカラーでの撮影となっているので、ここまでですね、何も色をいじくっておりませんが、はい、ここからですね、このようにですね、色を調整してみるとこんな感じとなっております。このですね、純正のですね、ラットとかが出てるのかなっていうのはちょっとですね、私調べきっていないんですけど、そういうのがあったらですね、それ適用するだけなんで、そんなにですね、難しいことはないかなと思いますので、色を調整したりとか楽しまれていただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい、ではですね、標準のカラーモードに戻しました。でですね、ちょっとですね、愚痴みたいなことを言わせていただきます。私ですね、こうアクションカムとか新しいものとか、こういうガジェットも含めてですね、そういうのが好きで楽しんでおります。でですね、そこでなんですけど、当然ですね、私が感じたことっていうのをですね、言っておりますが、まあその人がいいよって言ってるものをですね、あえて否定する意味って何なんだろうっていうのをちょっと感じておりまして、レンズ面白いですよ、こういうのあるとっていうか、アクションカメラ今までできませんでしたみたいなことを言うとですね、必ずなんですけど、そのレンズ交換できる意味なんてないみたいな感じの返答ってあるわけなんですが、まあそのですね、意見っていうのはですね、私はこうだからっていうところまでだったらいいんですけど、人にですね、それが必要ないでしょうっていう押し付ける意味がわからなくて、そういうのですね、ご自身でですね、いらないんだったらいらないで買わなきゃいいだけ、いいなと思ったらですね、買って楽しんでいただければいいと思うんですよ。この GoPro さんのですね、13、この13に関してはですね、まとまり結構良くなっているので、そんなにですね、ガンガンけなすほどのカメラじゃないと私はですね、今のところ感じてるんですが、あ、これですね、おそらく明日になるんですけど、今ですね、私がこの GoPro さんに感じている13を触ってみてでの段階での感想っていうのをですね、一本動画に丸々まとめて収録をしようと思って、今ですね、公園に来た理由っていうのもその文章を考えようと思ってるんですけど、とにかくですね、私はですね、他の人がこう考えている、自分はこう思っているっていうのに対して、それに対してですね、行動をして、まあ、購入してこういうふうに楽しんでるわけです。それをですね、まあいらないだろうっていうのをですね、試したわけでもないのに言われるとですね、ちょっと気持ちは良くないわけなんですよ。なのでですね、そういうふうに人がですね、考えたことに対してのそういったご意見押し付けは無用でございます。いりませんということでですね、ご理解いただければと思います。やっぱりですね、みんなで楽しんでいくっていうことを私大事にしているので、こういうのいいですよね、いいですよねっていうのが言い合うとかの好きなんですけど、やっぱりこの程度だったとか、こういうのいらないとか、そういう進化点だとか進歩点だとか、 GoPro さんが好きな人もいっぱいいらっしゃるわけで、そういう人たちのですね、気持ちまでですね、否定するっていうのは意味が全くないと思うというか、私は悪だと思ってます。そういうのがあくまでですね、購入してですね、
そのですね、気持ち、買って使ってみてどうだっていうのと、買いもしないでその想像だけでですね、そういうのを語るっていうのは全く意見として違いますので、私はその点ですね、ちょっとあまりいい気持ちはしておりませんので、ご理解いただければなと思うんですね。実際にですね、使ってみてこの GoPro Hero 13はですね、私はとっても面白いアクションカメラだと思っておりますので、まあ悪いところは悪いって言っておりますが、ガンガン否定ばっかりのモデルじゃないかなっていうのはですね、本音なんですよね。その辺ですね、いろんな方の気持ちをですね、ちょっと考えて書き込み等をしていただければなと思うわけなんですね。コメントを含めて。よいしょ。ではですね、先ほど購入したコーヒーをちょっと飲んで、一休みした後にですね、買い物、またですね、向かおうと思うので、その時にちょっと暗くなった時の映像での撮影したいと思います。はい、ではですね、ちょっと時間経って夕暮れになってきました。でですね、あの8ビットのビットレートを定義して、このモードをですね、切り替えていきながら、ビットレートによる違いと、あとはですね、分かりやすいので空のグラデーションでバンディングとか出るかどうかっていうのをですね、ちょっと見てみたいなという検証をしてみたいと思います。今ですね、こちらとてもですね、夕焼け綺麗に出ておりますので、そちらに向かってちょっとですね、止まってですね、収録をしてみようと思っております。はい、このような感じですね。で、空の方向けて、こういうグラデーションがですね、一番出やすいと思うので、この画角固定して、はい、ここからですね、ちょっとわざと臭く変更してみますが、このサイドとかですね、そういうのをいじくって極端にしております。見え方はいかがでございますでしょうか。ではモード切り替えます。はい、ではですね、こちらが8ビットでビットレート高にしてみた映像となっております。パッと見ですね、あんまり変わらないと思うんですけど、これをですね、ストレスを与えてみたいと思います。はい、これがですね、ちょっとストレスを与えた映像となっておりますが、見え方の違いはいかがでございますでしょうか。はい、ビットレートのですね、言い方間違えてましたね。ビットレート標準と高でございますね。で、こちらがですね、10ビットのビットレートが標準となっております。見え方はいかがでございましたでしょうか。ここからですね、はい、このようにですね、ストレスを与えてみるとこのような感じとなります。はい、ではですね、こちらが10ビットのビットレートが高となっておりまして、まあ、一番画質いいモードかなと思います。ではですね、ここから、はい、このようにですね、ストレスを与えてみるとどういう風になりますでしょうかというのを見ていただければと思います。はい、ではではですね、ヒロに使おうと思うんですが、まあ、このようにですね、ビットレートとビット振動、色振動ですね、の違いっていうのはですね、ちょっと分かりきっていないところっていうのもあると思うんですけど、簡単に言うとですね、色をいじくる可能性がある方は10ビットで収録するといいです。なので、色をいじくった時の、まあ、許容量ですよね。それのですね、滑らかさっていうのはですね、ちょっと変わります。に対して、画質云々の方はですね、ビットレートの方が影響が大きいので、ビットレートをですね、しっかりと定めていただければいいのかなと思いますね。なので色を特にいじくらないでですね、しっかりと綺麗な映像っていうのを収めたい場合っていうのは、色振動はですね、別に8ビットでいいと思います。で、8ビットの上でビットレートはですね、高い方の設定にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。そういうところはですね、ちょっとですね、言葉の言い回しというか、そういうのが難しかったりとかするので、まあ、覚えておく必要があるかなと私は思います。もう手ぶれ補正とかですね、そういったところはですね、こういった画質だとか、あとですね、この GoPro さんの一日の超がありって思うところは、手ぶれ補正のですね、リカバリーなんですよね。こうパッと動かした時のふわっと戻る感じとか、まあ、元ブロガーさんたちのですね、動画とか見ていただくと分かるんですが、復帰だとかですね、水平維持の感じっていうのがめっちゃ綺麗なんですよ。そういうのがですね、まあ、結構まだまだ大きな差として、各社のですね、優秀になってきているアクションカムたちっていうのは、ちょっとですね、まあ、物足りないかなって思うところの一箇所だったりとかしますね。まあ、ただですね、おそらくこの辺っていうのは、台を重ねるごとに各社優秀になっていて、その辺の差っていうのはですね、近々なくなっちゃうと思うんですけどね。まあ、そのパッとですね、明るいところで撮影したい用の手ぶれ補正と、そこそこというかですね、この明るいところでの画質っていうのを最優先にしたい場合っていうのはですね、この GoPro Hero 13 Black ですね、っていうのはですね、ものすごくいい選択肢だとは思うんですけど、これからですね、苦手な時間帯になってきますね。はい、ではですね、ちょっと薄暗い時間帯になってきましたが、このですね、時間帯とかになってくると、もうこの GoPro さんはですね、苦手な時間帯となってきます。というのもですね、理由としてはいくつもあるんですけど、まずですね、その ISO 感度っていうのがですね、6400までしかないんですね。
これですね、分かりやすいところで言うと、例えばあの DJ オズモアクション4とかだと1万2800まであって、まあ、1段分ですね、余裕があるんですね。っていうのが1段低い上に、さらにセンサーサイズっていうのが、まあ、アスペクト比っていうのはちょっと特殊な上に、若干ですね、小さいセンサーなんですよね、使える面積が。なので光を捉える能力がそもそもに弱くて、 ISO 感度も低い。なので、まあ、シャッター速度を遅くしていくっていう方向と、無理やり ISO 感度をですね、高くする処理をしなきゃいけないので、ノイジーかつあのシャッター速度が遅いんですね。そうすると当然なんですが、手ブレはですね、補正できていても映像がにじむんです。それもですね、ダブルパンチなんですよね。ちゃんと光を捉えられてないプラス滲んだ映像になってしまう。これのせいで、まあ、あのとてもですね、撮影はできるようになってきてるんですけどね、あの綺麗な映像とは言い難い暗所撮影、暗所性能となっているのが GoPro シリーズの特徴でございます。反面ですね、そのセンサーのですね、アスペクト比が特殊ゆえに、いろんなシーンでですね、メリットっていうのもあって、例えばこの縦動画での撮影だとか、あとはですね、被写界深度が深いっていうのもあって、結構ですね、近づいてもですね、ボケにくい映像が撮影できますよね。で、そのボケないイコールなんですけど、近景から遠景までですね、とてもですね、綺麗な映像が捉えやすいっていう特徴があったりとか、まあ、悪いことばっかりではないんですよ。なので得意なシーンで使い分けてですね、撮影に使うっていう点ではですね、もう GoPro さんのですね、映像っていうのは、画質っていうのは本当一種独特な次元にあると思っているので、ファンがですね、長くいらっしゃるっていうのもですね、とても分かるところとなっております。実際にそういうですね、あまりにもですね、皆さん万能なものを求めすぎているっていう感じがちょっと私はありまして、音に関しても映像に関しても手ブレ補正に関しても、そしてですね、パンフォーカスで利便性のいいままに大センサーとかですね、そうなってくるとなんですが、まあ、あのオートフォーカスを搭載するだとか、ボディが大きくなる、そして一番ですね、嫌がられるだろう高価格化っていうのとかですね、まあ、いろんなですね、良くない点っていうのも絶対出てくるわけなんですよ。で、発熱の処理も難しくなるし、コンピューターだってどんどん大きくなってきて、電池も爆上げするでしょうしね。そうするとですね、まあ、あのアクションカムじゃなくていいんじゃないのってなるので、アクションカムはアクションカムでですね、私は考えるべきだと思っております。その中でも各社の傾向っていうのがあるので、それに合わせてですね、選択をすればいいわけなんですよ。なのでどこどこがいい、どこどこが悪いっていうのはですね、あくまでしっかりと撮影ができる上での判断にすべきだと私は思っておりまして、撮影をですね、安定してできるのに、まあ、このカメラっていうのはダメだっていうのはですね、まあ、そのメーカーに対するっていうよりは、使い方はちょっとですね、その機種の使い方という意味で間違っちゃってんじゃないのかなってですね、一回ですね、立ち止まって考えてみる方が私はいいと思っております。その機種のですね、特徴だとか得意な点、苦手な点っていうのは明確にあるわけで、それをですね、逆からですね、考えていく方がですね、私は機種選びっていうのは失敗しないと思ってますね。新しいですね、機種が出るたびにこういった話ですね、いろいろと聞くし、私も言ってたりとかするんですけど、まあ本当ですね、万能なものって絶対ないですよ。で、そこをですね、補うためにレンズをですね、交換できるようにしたりだとかっていうのが、今回ですね、この GoPro さんの取ってきた手法なわけで、そこに関してはですね、取り組みとしては私はですね、面白いねっていう形でいいと思ってるんですよね。何でもかんでもですね、この心象が悪いからって言ってですね、叩く風潮っていうのは私は全然ですね、好まないというイメージがございまして、その辺をですね、応援、意見として挙げていく応援として、まあ、伝えていくっていうところで購入しているわけなので、これはですね、各々の捉え方として、購入をしてですね、ご意見として挙げていただければなと思うんですね。まあ、以前のモデルだっていいと思いますよ。13に魅力感じないから以前のモデル購入しましたとか、そういうのだと悪くないじゃないですか。そういうのをですね、買って伝える。これはですね、やっぱり会社を応援する上でとっても大事なことだと思っております。はい、ではですね、ちょうどさらに暗くなってきたんで収録をしております。まあ、そのような形でですね、とにかく私は使ってみた上でですね、そういうのって意見すべきだなと思うので、買わないものに対してですね、あんまり口出しってすべきじゃないのかなと思います。これはですね、明日のですね、その解説というかですね、私の今の気持ちという点で動画アップして、その中でですね、その理由っていうのもちょっと語ってるので、それがですね、やっぱり答えだと思うんですよ。もうですね、簡単に言っちゃえば、いいものは伸びる。気に、なんていうのかな、良くないものって言ったらあれなんですけど、こう、求められていないものはですね、縮小していっちゃうっていうだけなんですね。なので、その辺ですね、如実に、その、ご意見としては、買ってる人たちからの意見っていうのが、こういうふうに出てるっていうのをですね、数値で見ることができるんで、その辺はですね、会社にも声は届いていると思います。
まあ本当はですね、買って応援して楽しんでっていうのがですね、その業界全体を見ていくべきのところだと思うので、特にこの GoPro さんがですね、なんでこういったカメラを使い出したかとかっていうところを考えるとですね、暗いところでの映像っていうのはそもそも設計段階ではなかったわけなんですよね。なので私はその暗いところは苦手ですってたびたび言っておりますが、それよりもですね、安定して撮影できない方が問題だっていうのはですね、ずっと言っているわけなんですね。このあたりのですね、本当コンセプトだとかですね、その製品の思想とかっていうのはしっかりですね、考えて否定批判すべきかなっていうのは、買った上ですべきなのかなと私は思います。はい、まあそんなですね、ちょっと小話をですね、挟みながらなんですけど、本日はこの GoPro Hero 13のですね、映像っていうのを、まあいろいろコンパクトにですね、試してみたという動画となっております。そしてですね、まあなんとなくですね、感じているところがあって、このアクションカムって、まあおそらくですね、そろそろ限界近いんじゃないのかなと思うんです、この発展の感じが。まあ、というのも、だからこそ暗所を求めたりとかいろいろすることになってくると思うんですが、まあじゃあこれがですね、8K になりましたとかってなったとしても、それが使いやすいかとかですね、そういうの別の話になっちゃうと思うし、まあそれ以上綺麗であっても普段見るだとか、そういう意味でですね、もうそこまで必要なんですかとかですね、いろいろそういう話にもなってきちゃうので、この先の発展ってどういう風になってくるかなって皆さんどう思われますか？そう考えるとですね、次のですね、私発展の仕方っていうのはもうたびたび言っておりますが、私は360度カメラは、まあ、このアクションカムの次の形なんじゃないのかなと思ってるわけなんですね。これもですね、二極すると思ってるんですけど、そういった持ち運びに便利なモデル、そして超高解像との360度映像や写真がですね、収録できるモデルと、それも二極になると思うんです。それのですね、走りがですね、クーカム3とクーカム3ウルトラ、インスタ 360X3 と X4 のような感じだと思うんですね。そこでもこう出てくるんですが、じゃあセンサーサイズを大きくすればイコール優秀なんですかってなると、インスタ 360R1RS ライカ1インチ360エディション。こちらですね、ほんと、X3、X4 と比べてもそんなに暗所でも綺麗でもないし、特段ですね、こう、なんていうのかな、メリットが出てきてないんですよね。なので、総合力なんです。総合力を高めていくことによって、使い心地だとか使い方とか、映像の綺麗さ綺麗じゃないとか、滑らかであるとか、そういうのっていうのがいろいろ出てくるわけなんですね。こういうところを見てもですね、ほんとセンサーサイズを大きくすれば、イコール全部いいですよってわけじゃないのをお分かりいただけると思うんですよね。VR というかこの 3D 映像ですね、それに関してはですね、もう今の環境でですね、かなりいいものって収録できると思うんですよ。あとはですね、見る側の環境と、それをですね、どう編集していくとか、そういうところで、まあそのユーザーの間口っていう問題だけだと思っていて、360度カメラに関してはですね、まだまだですね、発展できるところいっぱいあると思うので、まあ、特にこのクーカム3ウルトラ、あんまりですね、この動画アップできていなかったの元気じゃなかったってせいがあったんですけど、いっぱいですね、今後ですね、動画作っていきたいと思うので、見ていただければなと思いますね。まあ本当ですね、私は批判ばっかりっていうのは本当に好きじゃないんで、楽しんでいければなと思っておりますので、ちょっとですね、まあお聞き苦しいところっていうのも今日の動画だったと思うんですが、私の気持ちだと思って捉えていただけますと幸いでございます。はい、それではですね、まあ、本当もこの背面液晶で見ても暗いところのですね、ノイズっていうのはものすごくなってきたので、こちらで動画は終了しようと思います。はい、最後までですねご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。